一番楽しんでたんじゃないですか。おー、いやいや、そうに出てるんですけども、内心絶対嬉しいですから。ということで、皆さんね、ぜひ、すごいね、手拍子してくださったりして、ぜひ、ダンサーの方から一言お願いします。私、本当に2曲は聴いてないですよ。本当に。びっくりしたし、ね、全体司会、うちの職場の人なんですよ。こんな姿見られると思ってなくてですね、本当に。本当にわけわかんない人が多いと思うんですけど、見よう見まねで踊ってましたが、確かもう大丈夫ですね。もう大丈夫だっていうわけじゃないんですけど、いや今日ちゃんとタオルを持ってきてるってお話を聞いて、タオルを出る気満々できてるんですよ今日。放送よりもきっとこのステージを楽しみにしてるんですよ。皆さん、高下さん見に来てますよ。2曲もやりましたしね、ちょっと汗って書いてないですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、可愛いですね。大丈夫ですか、私は大丈夫なんですけども、いいですか。3曲ですね、これで3曲になるんですけど、高下さんと一緒に続いての歌も一緒に歌いたいなと思います。ちょっと歓迎の拍手が欲しいんですけど、聞こえませんね。大丈夫です、やらせじゃないです。人見に恥ずかしかってるだけです。ということで、続いての曲は年賀という曲を歌いたいなと思います。サビの部分で、やれ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 スラスラスラっていうフレーズがあるので、そのやれやれやれやとこで、皆さんで一緒に、このタオル持ってない方、今日は汗かくしようじゃなくて、きっと持ってない方もいると思うので、拳をグーに上げてぐるぐる回してください。ぜひ皆さん、私が泣いて高下さんも踊ってくれるそうなんで、皆さんぜひ一緒に踊ってください。それでは聴いていただきます。年賀、優勝してくれれば嬉しいなと思います。これとは私を考えるこんな胸よりまずに打ち切り、私だから試したい、やれやれ
の千さんですね。千さん、千さんなんですか、天さんなんですか。天さんか千さんか、千さんですよね。あの発酵町の王子ですね。生身の発酵王子がちゃんとポーズ決めてたんで、ちょっとここ面白くなかったですよ。同じポーズしますね最後。タタタタタタタって、みんなカメラ向けて、カメラ向けてくれますよ。いきますよ。タタタタタタタですよ。いきますよ。せーの、タタタタタタタ。みんな撮ってくれたじゃないですか。ポーズ一つでこんなに拍手出るんですよ。すごくないですか。ということで、竹下さんのお仕事以上になります。ありがとうございました。皆さん、後ろの方も見てましたよね。竹下さんの踊り、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございましたですね。中に一番溜まります。ということで、竹下さんも出ちゃったんですけどね、やっぱりテレ屋さんなんですけど、私がこんなにグイグイ来るもんですから、ちゃんと踊ってくれまして、本当に皆さん素晴らしいダンスでしたね。あれ、はい、ありがとうございます。いっぱい戦わせちゃいましたけども、続いての曲です。